こんにちは、デリッシュキッチンです。豚玉あんかけ丼を作ります。豚バラ薄切り 80g は3センチ幅に切ります。ニラ4分の1束は4センチ幅に切りましょう。フライパンにサラダ油大さじ2分の1を入れて熱し、溶き卵2個分を加え、大きく混ぜながら半熟状になるまで中火で加熱し、取り出しましょう。同じフライパンに豚肉を入れ、中火で 2、3分ほど炒めます。水 200cc、 酒大さじ1、砂糖小さじ1、醤油大さじ3分の2、鶏ガラスープの素小さじ2分の1を加えて煮立たせ、蓋をして弱火で 4、5分煮ます。水溶き片栗粉を加えて、とろみがつくまで中火で加熱し、ニラを加えて卵を戻し入れ、ひと混ぜしましょう。器に盛ったご飯にかけたら完成です。ぜひお試しください。